今日からは呼吸器内科での研修が始まる。そこで待っていたのは。失礼します。やっと来たわね、白沢。お久しぶりです、お涼先輩。私がこの病院にいるの知ってて、今まで挨拶もなしなんて。いい度胸じゃない。指導医としてビシビシ鍛えてあげるから。覚悟しなさい。お手柔らかに。ようやく食べられるわね。お疲れ様です。またそんなの食べて、栄養偏るわよ。医者なんだから、健康に気を使いなさい。そうは言われても、自炊は苦手だし、時間もないし。じゃあ、今日は特別だからね。え？